こんにちは、川切です。今日はワイヤレススピーカーを買いました。これです。エイワやったかな、多分ね。エイワのスピーカー、ちっちゃめの、ワイヤレススピーカーを買いました。まあ、Bluetooth で、スマホとかとね、接続して音楽が鳴らせるようになるタイプみたいです。自分以前ここにあるんですけど、こういうね、スピーカー買いました。結構これも最近買って、3ヶ月前ぐらいに買ったのかなと思います。まあ普通に音質が別にそんなに気にならないんですけど、結構重たいんですよね。で、カラビナが1つついてるだけで、まあ、カバンの後ろであったりとか自転車の前とかにね、つけて、まあ、使ったりとかしてたんですけど、若干やっぱちょっと使い勝手が良くない。カラビナ一つだけやと引っ掛ける場所が結構少なくて、こういうとことかね、あとはこういう紐のとことかにつけるしかなくて、やっぱりなんかこう、結構ブランブランした時に前の方にこう来たりとかして、あんまりね、なんかしっくりきてなかった。で、自転車が一番ですかね。このカラビナタイプ、ハンドルに引っ掛けるわけにもいかないですし、こうブラブラしちゃうね。ガンガン当たりますし、まあ一番はやっぱり重さ、ちょっと測ってみたいと思うんですけど、これの重さが271あります。やっぱちょっとね、重たいですね。ということで、これよりさらに使い勝手の良い小型のワイヤレスマイク、これをね、ちょっと試したいと思うんですけど、これにプラスでこういうのがありました。ケース、なんか布製のケースなんですけど、これに、スピーカーを入れまして、なんか多分ね、ベルトみたいなのがついてて取り付けれるんかなと。まあ開けてみるのが一番手っ取り早いんでね、ちょっと両方とも開けてみたいと思います。じゃあサクッと開けていっちゃいましょう。あ、開かへん。ちょっと開けにくいテープ でした。ちょっと開けます。まずこっちから。ケースがね、一応付属してるって書いてたんですけど、まさかの緑色のケースでした。黒が良かったな。黒もね、一応別売りでちゃんと販売してるんですけど、まあでもスピーカーにプラスでね、ケースだけがついてるんで、まあそう考えるとお得かなとは思います。これリングがね、こうついてるんで、まあ、これだけでも正直、カバンにぶら下げれますし、こうね、自転車とかにもぶら下げれるから。まあ、外のケースは結構柔らかい、シリコンみたいなケースなんで、まあ、自転車とかにガンガンぶつかっても、このカラビナがね、ぶつかると、カラビナっていうか、ファスナーがぶつかると、ちょっとカンカンなるとはなと思いますけど、こっちよりは全然柔らかいんでね、まあ、それだけでも全然使えるかなと思います。ちょっと目立つな、緑やから ケーブルがついてます。USB のケーブルがついてますね。まあ、なんか平べったい、ちょっと不思議なケーブルです。で、あとはガイド、あ、一応書いてます。リセットって書いてるけど、で、漢字の中身、あ、ちっちゃい、あ、ちっちゃいけどすごい重たいです。めちゃくちゃずっしりする。正直、あんま重さ変わらんかもしれない え、結構重たいです、これ。あ、でも174。こっちが270だったんで、もうそれだけでも 100g 違うけど、こっちすっげえずっしりします。これは何の違いなんやろな、やっぱ。体積が小さいから。ケースに入れても200。まあやっぱり 100g ぐらい違うんやな。よし、じゃあもうこっちの、こっちのネットのケースね。こんな感じの、あ、2つついてます。そうそう、2つついてるって書いてたな。こういう感じで、これはもう非常に軽量、 10g しかないですね。だからこのネットに入れて取り付ければ 180g で済むということですね。こんな感じで。で、ここにベルトがありまして、マジックテープのね、こういう感じで。自転車とかやったら、こう、何て言うかな、シートポストみたいなとこに取り付けたりとか、あとはハンドルバーとかにね、取り付けたりできるんで、
布のポーチが非常にいいなと思って、今回このねスピーカー買ってみようかなと思いました。電源入るんかな、多分これがボタンっぽい、なりました。一回ちょっとつなげてみたいと思います。サブスマホのこれ iPhone7 なんですけど、今これ電源つけた状態だと青がこうね点滅してるかなと思うんですけど、これが多分ワイヤレス接続待ち状態で、新しくこのオーディオ A1106 Pro っていうのができたんで、これで接続されました。めちゃくちゃ早かったな今。ちょっと YouTube、 例えばこれスピーカーの音めちゃくちゃいい音鳴ってるけど、めちゃくちゃいい音鳴ってる。正直もうめちゃくちゃいい音鳴ってると思います。 iPhone と比べてもこんな感じで、ちょっと一回こっち切ってみましょうか。これがねスピーカーの音、ちょっと自分が喋ってるとこ。こんにちは、マキレです。今日は仮想時の昼クライムをしようかなと思いまして、こんな感じ、ただ一本するだけじゃね。で、まあ、今までとこんな感じ、同じ音です。これ5本ぐらいいけるかなと思って、ちょっとね走ってみようかなと思います。あ、これ iPhone の内蔵のスピーカー。じゃあここからスタートで、もうちょっと音でかくしてみましょうか、はい、こうね結構もう音でかいと思うんですよ。本格的にこう昼クライムの撮影をするので、もう一回つなげてみて、どっか左に曲がるはずですけど、いい音ですね。めちゃくちゃ音でかなるわ。すごいなこれは。ここ左行ったらサイトやな。ついでに今このスマホにねこっちもつなげてみました。両方なんのかな、すでに早すぎるわ。こっちからなってる。台風の予報やったんですけど晴れまして、同じ音、今気温28度って書いてました。でかいな音。同時接続っていうのは無理なんですね、両方つながってても。こっち解除しとこうか。でするとなったこっちがなったんですね。あ、やっぱでもこっちの方が音綺麗。川っていうか湧き水がいっぱい流れてます。こっちは若干音でかかったですけどね。まあそんな感じですね。まあこれぐらいの傾斜やったら。再生可能時間とかを今いろいろ調べてたんですけど、この箱の裏には15時間って書いてますけど、Amazon のホームページ見ると、50% の容量で最大12時間って書いてますね。240曲分ぐらいで、充電器で30分だいたい充電したら2時間再生みたいです。マックスまで充電する時間はどこにも書いてないんでちょっとわからないですけど、充電がね USB タイプのがちょっと残念ですけどね。あんまり最近ないですね、 USB タイプの充電は。明日とりあえず自転車に取り付けてみようかなと思うんで、その様子をねまた撮影しようかなと考えてます。機能を開けてみたこのワイヤレス、スピーカー、ここに取り付けてみました。これロードバイクなんですけど、ロードバイクのサドルの下、これです。まあ取り付けた状態はこんな感じですね、まあ、かなりコンパクトで、ちょっとこう音鳴らして走ってみたんですけど、まあやっぱちょっと音ちっちゃいかなっていう感じ。マックスでまあなんとか聞こえるかなぐらいでしたね、道路では。ただまあこのねコンパクトさが結構売りかなと思うので、まあ非常に全然邪魔にならないね、ここやったら。それが良かったなとは思います。ベルトでね、バンドでマジックテープかで取り付けてます。でやっぱカバーで覆われてる分がね、多分音が超ちっちゃい原因かなと。これ今電源入れてみました。ボタンが一応ここにあります。ボタンがこう特別押しやすいわけじゃないですけど、全然外からでも押せる感じ。たまたまこの下に来てますけどね。まあまあ、これはこれでいい買い物したんちゃうかなと思います。蚊が飛んでんねんな。では、ワイヤレス、極小のね、ワイヤレススピーカーの、エイワかな？わからないですけど、ちょっと、紹介でした。さよなら。